そうですねえ長かったようであっという間だったこのオーディション期間なんですけどもそうですね最終審査ということでもうばっちりいろいろ準備をしてまあ今日お伺いしたわけなんですけどもああそうですね掛け合いの審査あの一緒にユニットのメンバーでっていうことだったんですけども。 いや後ろを向いてって言われて向いたらドッキリ大成功みたいな感じでもうまさかまさかのもう合格が出ていたというのはすごく感動しましたはい結構このオーディション受けている間緊張もいっぱいあったんですけどそれと同時にあのお仕事をもしこれで 一緒ににさせてていたただけるってことになっなら自分はどういうことをしていけるのかなとかどういうところでその自分のパートナーと一緒に成長していけるのかなとかちょっとこっそり考えててやっぱ決まった瞬間は今まで添えて今日まで自分が思ってきたことが本当にできるんだなとか本当に頑張っていけるんだなっていう。 思ったのでびっくりしたと同時に嬉しい感覚がすごいじんわりじんわり込み上げてきましたそうですねあっという間に感じましたも本当にやらなきゃいけないことがたくさんあってもう足りないことばっかりでそうですねあの見なし並みのところからもうセリフを読むことそのキャラクターを どういうい子なのかかを理解することとだったりとか特に自分は歌が問題があってもう本当に皆さんにもご予約をおかけしたかもしれないですけど一次審査の時にもう1曲目を歌った後にちょっとざわっとして結構うまく歌えたのかなと思ったら「もう一曲っ歌ってみようか」「じゃあ歌います」歌ったらちょっと変な感じに終わってしまったので後から すご,いかったよすごかったよすごかったってどういうことだろうと思って <laughs>「すごかった」ってあのことを教えてもらって二次審査あの仮歌をあ弟オリジナルの楽曲を聴かせてもらえるそれでこれを自分が歌うんだっていう経験を初,初経験をして必死に練習してたので、まあ、あっという間でした。 すごくあっという間でした <laughs> 高千穂昭役の梅田修一郎です、えー、高千穂昭ちゃんという子なんですけれどもすごくオタクというかあの熱中するタイプの子でしてあの僕もかつてあの同じようにサイリムを振っていた経験があるのでそのところはすごく彼と話ができるかなと思っておりますそれでですね昭ちゃんオタクだけじゃなくてすごく 甘えん坊なところ甘え上手なところがありましてあのなんかよく「ダメ」とか言って自分の意見をスッと通しちゃうところがあったりとかまあ楽しいでしょ楽しいでしょって言って周りを巻き込んでいくような一面もありましてえそんなアキちゃんとですねアキちゃんに引っ張られながら「あ,ああ待って待って」って自分が成長していったり逆に「こういう方法もあるよこういう楽しい!」 こともあるよって彼に教えてあげたりして一緒に2人で歩んでいけたらいいなと思っておりますそれでは高千穂亜希と梅田朱一郎よろしくお願いいたします